ニエーブル県のコミューン。サンマロアンドンジオアは人口約130人ほどの小さな村であり、国道151号線のすぐそばに位置する。ラシャリテシュルロワールと、バルジーから遠距離にある。町のほかに、サンマロには孤立した集落や住宅地が含まれる。コミューンの名前には以下の綴りが見られた。サンクトゥス、モキューテス、ソンマローレボーイズ。 そしてフランス革命時代のフォンリーブルである。村の名前は1152年からあったと証明されている最古の教会の名に由来する。教会はセシーイコールルイコールボアにある小修道院に由来していた。サンマロの名前を証明するものとして2つの仮説が挙げられている。参照もと、 1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。